ちです。ピピピー、動画見てくださってありがとうございます。今日の動画はなんと新年早々爆買いしちゃおう、韓国服の購入紹介をやっていきたいと思います。今回はももちがめちゃめちゃプライベートでずっと愛用していた Q10 さんとのコラボ動画になります。めっちゃ嬉しい、本当にみんなのおかげありがとう。そんな大好きな Q10 さんで大量に韓国服を購入したのでしっかりとご紹介していきたいと思いますと言いたいところなのですが、今回は購入したお洋服をそのまま紹介するのではなく、今ここで見てるみんなと一緒にガチ買い物をしていきたいと思います。以前こういう感じのガチ買い物動画を出した時に、一緒に買い物してるみたいで楽しかったとたくさんの声をいただいたので、今回は第2弾としてやっていきたいと思います。ちょっとこうやってリアルに色とか形とかを悩む様子もお届けするのがすごく新鮮だなと思うのですが、ぜひ一緒にお買い物している気分になってくださると嬉しいです。そして今回選んで購入したアイテムは動画の後半で韓国コーデとして着用している様子もご紹介していきたいと思いますので、安く可愛く韓国の衣服が欲しいという方がいらっしゃったら、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。それでは早速ガチ買い物をしていきたいと思います。で今回はね、 Q10 のアプリからお買い物をしていきたいと思います。今朝さ、品揃えナンバーワン、現地より安いハロコリセール、韓国の最新のトレンドを集めたハロコリという専門コーナーがあって、こちらではね、日本では手に入りにくい新しい韓国のファッションブランドやコスメを購入できるんですよ。だからこんな感じで色のお洋服が載ってたりとか、こんな感じで最新のコスメなんかも載っていて、おもちゃが大好きなコスメばかり載っている。で今回はこのハロコリの12ブランドの中からお洋服を選びたいと思います。靴とかお洋服とかいろんなのがあるのね。系統も結構バラバラな感じがする。どこのショップにしようかな。これって左の女の子が可愛いと思わずお店を押したくなるよね。待って、ここ可愛い、サムネがめっちゃ可愛い。サムネっていうの、お、年末年始イベントコーデ、デートや忘年会に役立つ。あ、なるほどね。ちょっと綺麗めの衣服が多いのかな。うわ、シンプルでめっちゃ可愛い。結構使いやすそうなアイテムばかりですね。ももちさ、ニットカーディガンとか欲しいよね。なんか今年結構トップスボトムを買う機会が多かったんですけど、カーディガン系を全然持ってないなと思ったので、カーディガンって調べてみようかな。ニットカーディガン。検索。可愛い、シンプルで。え、待って、これめっちゃ可愛いない？ボリューム袖、ハイネックケーブルニットカーディガン。え、しかもやばい、47% オフになってる。え？もともと5250円が2880円。なんか写真がすごく多いので、シルエットとか細かい部分がすごく分かりやすいなと思いますね。なんか日本の他の通販サイトよりもめちゃめちゃ写真が多くて見やすくて可愛い。なるほどね。カーディガンだけど前ボタン全部閉めるとこんな感じでトップスで着れるって感じなのね。カラーはアイボリー、ブラウン、ネイビーの3色展開。絶対アイボリー。だってこれ中に赤のタートルネックとか合わせても可愛いし、羽織でも着れるし、なんかこれ袖がめっちゃ可愛いな。とりあえずカートに入れる。購入する。アイボリー。カートに入れる。入った！どんどん行こう。次は、待って、ここ可愛い。やばい、チェリーは絶対可愛い。ここはさっきに比べて、ちょっとガーリーで甘めで可愛いけど、シンプルな感じね。どうしよう。ももち最近、ハイネックにすごいハマってて、リブのタートルネックのニットが欲しい。検索する。ハイネック、ニット。はい。あ、どうしよう。ひらひらか。でもこのさ、ピンクめっちゃ可愛くない？29% オフの2580円。待って待って待って、めっちゃ安なってる。これは欲しい。うわ、ブラウンもさ、ピンクもさ、緑も全部可愛い。これ3色がありだな。とりあえずカートに入れます。購入する。ピンクとりあえず欲しい。ベージュも欲しい。2個をカートに入れました。これさ、カート入れとかないと忘れてまうからさ、私はとりあえずカートにババッと入れる派です。で後から削っていく派。もう次はちょっとまたお店を変えてみたいと思います。なんか結構お店ごとに少しずつ系統が違ったり、いろんなアイテムがあるから、なんか一人一人の好みに合ったお洋服が見つかるなってめっちゃ思います。バリエーションがとにかく多いですよね。さっきさ、めっちゃ可愛いと思ったアイコあったんよね。これ上から3つ目、めっちゃ子供の子可愛い。あ、めっちゃ好き。ちょっと大人っぽいけど、カジュアルに女の子らしく着れる。カーディガン、トップスってきたから、アウター欲しい。アウター、あ、待って。ふわふわアウターや。待って、めっちゃ可愛い。もち今年、ファー系のアウター一つも買っていなくて、私ね、今月末か2月ぐらいに韓国に行こうと思っているんですよ。だから、こういうふわふわの女の子らしくて暖かいアウターがめちゃめちゃ欲しくて。てかこの丈感もめっちゃ良くない？なんかお尻隠れるか隠れないかぐらいの短丈すぎないのがめちゃめちゃ好きかも。こういうシャーリングのワンピースに合わせて着るのめっちゃ可愛い。カラーはアイボリーとブルーがあるんだ。絶対アイボリー。アイボリー。アウターで7280円ってさ、だってこんだけボリューム感あってさ、高級感のアウターでさ、これはまあまあ安い気がする。カートに入れます。
入れました。え、ここのブランド結構好きかも。え、待って。これはもう完全にサムネが可愛い。これめっちゃ可愛くない？ピンクの風船持ったおなごがシャーリングのワンピを着ている。可愛い。え、このワンピめっちゃ可愛いない？ももちね、シャーリングのワンピース一着も持ってないのよ。ももちもこのピンクの風船買って、こうやって写真撮りたい。あ、しかもウエストがキュッて絞られてる系で、裾が結構フリットしてて可愛い。パーティーっぽくも着れるし、上からニット着たらスカートになるタイプのワンピースですね。でもこれ多分スニーカーにキャップとかでカジュアルに直してもめっちゃ可愛い気がする。購入する。クリーム。サイズはフリーと L があるんだ。私はフリーサイズかな。お値段は7280円。さっきのアウターと同じ値段や。え、でもね、これは可愛いよ。とりあえずカートに入れます。入れる。ほでね、ハロコリさんはね、送料が無料みたいで、だいたいさ、韓国系の通販サイトってさ、お洋服安いけど送料がかかったりすると結果的にお洋服安い意味がないっていう風になるイメージが結構あったんですけど、まさかの送料無料ってめっちゃ嬉しいよね。あと万が一、え、この服ってこれどうなってんのっていうなんか不安な点があったら、あらかじめサイトを通して日本語で説明ができるようになっているみたいで、やっぱ韓国語も英語もわからない私からすると結構ありがたい点だなと思いました。いや、ほんまに可愛いのばっかりでめちゃめちゃ悩む。けどこの5点はマジで可愛い。しかもまあまあ安いっていうね。だって5点買って22,600円よ。ちょっとこの5個はもう決定として、もうちょっと色々可愛いお洋服を見ていきたいと思います。もちがセレクトしたお洋服が届くまでちょっと待っててね。それでは爆買いしたいと思います。また後でね。じゃん、商品が到着しました。ちょっと持ちきれないぐらい結構大量に購入してしまいました。誰からサイトをずっと見ていたら、他にもめちゃめちゃ可愛いものがあったので追加で結構たくさん買っちゃいました。ちなみに今も可愛すぎてもう着てます。よいしょ。こちらのハロコリで購入したお洋服のシルエットや着こなし方やメリットデメリットなどコーディネートと一緒にご紹介していきたいと思います。それでは韓国コーデスタート。まずはシャーリングのワンピースを使ったコーディネート。このシャーリングワンピは見た瞬間本当に一目惚れして即購入したアイテムで、届いて実際見てみると想像を超えた可愛さに本当にびっくりしました。風になびくとふわっと揺れる裾がすごく女の子らしくて可愛い。クシュッとしたシャーリングのデザインは、このクシュッとさが体のラインをうまくカバーしてくれて、体の縦のラインを綺麗に見せてくれます。ウエストもゴムなので着心地も本当に抜群です。首元も詰まりすぎていない、そして開きすぎていないのもポイント。そして今回のコーデの差し色はグリーンです。普段トップスやボトムで着にくいカラーを小物で差し色に持ってくると一気に垢抜きコーデにしてくれるんです。もうめちゃめちゃ可愛い。サイズもしっかりと入る扇形のバッグは春に向けて大活躍しそうです。喉がガラガラでやばい。ちょっとお茶飲みました今。はい、次のコーデいきます。お次は白ニットとカラーのタートルネックを使ったコーディネート。全体を白でまとめてグリーンを差し色として使ってみました。こちらのニットカーディガンはお袖のボリューム感がたまらなく可愛いカーディガン。手首の部分が長めにキュッとなっているのも可愛いポイントです。丈は短すぎず長すぎない、ちょうどいい丈感なので、アウトスタイル、インスタイル、カーディガンとしても着ることができます。インナーのリブタートルネックは3色買いした大好きなアイテムです。絶妙なくすみグリーンが本当に可愛くて、縦のリブのラインが体をすっきりと見せてくれます。本当にチクチクしなくて着心地が抜群なんですよね。タートルは少し長めになっているので、1回折って2回折ってなど折り方を変えてもすごく可愛いかなと思います。カバンと靴のカラーを締め色として黒で合わせて全体のバランスをとってみました。最後は肌触り抜群なファーコートを使ったコーディネート。商品が届いた時に、こんなサラッサラのファーコート初めて出会ったとびっくりするぐらい本当に肌触りのいいサラッサラのファーコートです。もう伝わる、このサラサラ具合。もうこのサラサラ具合が伝えたすぎて、このサラサラ動画めちゃめちゃ長く撮りました。前ボタンをすべて閉めると大きな襟が目立つので、ヴィンテージ感と女の子らしさをギュッと出してくれます。これを着たらね、いつもより薄着でも冬を越えられると言わんばかりの本当に暖かいアウターです。全く風通しのしない防火性の優れたアウターかなと思います。まあ、こんな感じで前ボタンを開けて少し肩を落としてトレンドっぽく着るのもおすすめです。中に着ているワンピースは大きめのプリーツが可愛い無地のワンピース。無地なのにしっかりとしたプリーツのデザインになっているので、シンプルに見えすぎないけど合わせやすさが抜群の着回しがしやすいワンピースでございます。レザーの靴、レザーのバッグとアクセントアイテムのカラーと素材を合わせるのもおしゃれ上級者技だなと思います。いや、マジで可愛いのばかりで、ももちは大満足です。以上、9点で購入した韓国のお洋服紹介でした。いかがでしたでしょうか。なんと今回は特別に期間限定でももちの特設ページが9点のハロコリのコーナーに作っていただきました。
これももちゃんの特設ページってやばない？こんな感じでももちゃんのコーナーが特設されております。レピー、この動画の概要欄に今回ももちゃんがセレクトした商品の URL を貼っているんですが、そこからポンと商品ページに飛んでいただくと期間限定でセール価格として購入できるみたいです。しかもアプリをダウンロードして新規登録をするとさらに1000円オフクーポンがゲットできるので、めちゃめちゃに安く買えるという、そしてなんとさらにプレゼントキャンペーンを行います。安くなってプレゼントももらえる。もう Q店さん本当にありがとうございます。今回ももちがセレクトした Q店さんの洋服を今この動画を見てくださってる方にプレゼントしています。応募方法は概要欄にある URL から飛んでいただいて、特設ページにあるエントリーボタンをポチッと押すだけで応募できてしまうというなんとも簡単すぎる応募方法でございます。抽選の応募にエントリーする際の会員登録は必須となっております。抽選結果は Q店さんの会員情報をもとに選定して当選者様にご連絡いたします。みんな概要欄から応募してね。ももちがめちゃめちゃ可愛くて欲しいと思ってセレクトした韓国服を一人でも多くの子が真似できるように、そしてそのお洋服を着て可愛くなれるように、今回は Q店さんが素敵な特設ページを作ってくださったので、よろしければ概要欄を見ていただけると嬉しいです。本日もお忙しい中動画を見てくださって本当にありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ってくださった方はチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。毎日22時からインスタライブもしておりまして、週末の買い物に今買うべきアイテムをおすすめする週末ももち服という企画や、サムネタイプの概要欄をみんなと一緒に考えながらももちの YouTube をみんなで一緒に作っていこうという YouTube 企画会議など、毎日様々なインスタライブを行っておりますので、ぜひ概要欄から見に行ってくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしまーす。バイバーイ。